なちょっ。風の神、我らを受け。いざ勝負。難攻不落。はっ。諦め、その命いただいたわ。足らないわ。降参しなさい。天理チョーク。たやはやは。その命いただいたわ。いざ勝負。ここだよ。取るに足らないわ。雨が降ろうと私の行く手を遮ることはできぬ。いざ。せっ、天道万象。たせっ、剣に誓う。さようなら。走るより飛ぶ方が早いよ。いざ勝負。
天理チョーク。はっ、進展どっち。ふっ、おっ、ふった。無駄な努力をやめたら降参しなさい。さあよっしゅっ、はぁ、岩山八九、はは、つきあり。足元に気をつけ。いざ、勝負。取るに足らないわ。その命いただいたわ。いざ、よっ。くっ、風よ。はっ、ここだよ。た、は。甘い。付き合い。つ。いざ。この景色を堪能しようとしたが、一緒に遊ぼうよ。ここだよ。こういう天気こそ行動に適しているのだ。
いざ勝負。ここだよ。岩山八九。いや、無駄な努力をやさようなら。足元に気をつけて。逃げようなんて思わないでよね。ここだよ。あきら。ヘキリツ戦。それ。岩山八九。は、いや、ふん、隙あり。難攻不落。取るに足らないわ。降参しなさい。足元に気をつけて。天道万象。いざ剣に誓う。風だ。はっ、やっ、それ、thank you.
程度の傷。ふっ、それ。しゅっ、やっ、いざ。それ、あざあざ。断罪の。いざ、風の神よ。我らを、くっ。ゴバー、火を吹け。夜の幻言。時間を無駄にし、やあ、その命いただいて、やや、よいしょ、それは、やそれは、星と神、無事キョン、造船儀式、また良くないことが起きたの？
師団のみんなは真面目にやっているのだろうか。こういう天気こそ。の神よ。あきら、その命いただいたわ。よっ、せい、さ、よっ、
熱々でしょ。騎士だ。もうみんなはまじ。サールさん、商売はうまくいっているか？ええ、遠視さんのおかげで順調です。先日は助かりました。今日は何のご用で？小さな手助けをしたまでだ。それよりも少し前に水角石を使ってかんざしを作ると言っていたが、それはどうなった？そのことですか。はい、確かに水角石を少し仕入れてかんざしにしました。遠視さんはかんざしにご興味が？申し訳ないのですが、あの髪飾りは今志向さんという女性に貸しています。水角石って希少なものなんだろう？そんな高い鉱
で作ったかんざしを貸し出すなんて、壊れたりなくしたりしたらどうするつもりなんだ？それは心配いりません。貸し出す時に志向さんと契約を交わしましたので、もし紛失や損傷によりこちらが害を被った場合、商品の値段を支払ってもらうことになっています。その代わり、あの水角石が偽物であった場合には、私から志向さんに商品の10倍の値段を支払うことを約束しました。本物であることへの絶対の自信、10倍の支払いを約束するとは当然です。きちんと両者が安心できるようにしなければ。それにこの契約なら私と彼女共に利があり公平です。では志向さんの居場所はわかるか？彼女を訪ねてかんざしを見てみたい。ええ、知っています。契約をするときに住所を書いてもらいましたので、マップに記しておきますね。感謝する、クロッサルさん。では私たちは志向さんを探しに行こう。突然すまない。私たちは志向さんがクロッサルさんから